始まります。チームレース大事な一戦目、勝利のタスキをつなぐのは誰だ。さあ1番人気の紹介です。三冠ウマ娘オグリキャップ。2番人気を紹介しましょう。メジロドーベル。秋の三冠ウマ娘マルゼンスキー。3番人気です。注目株のウマ娘だ。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタートです。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマルゼンスキー。9番、1番、期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップ。マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。先頭をかけますマルゼンスキー。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは9番、外。1番、4番手には待機シャトル。その後ろからライスシャワー。オグリキャップここにいます。外から10番、市橋伊佐。2番、外でラリタブライアン。内を回ってメジロドーベル。後方2番手に11番、ポツンと1人。12番、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ9マシン。津軽海峡からの風が冷たく頬を打つ函館のサーフ。うん、ありがとうイルカちゃん。前線頭はマルゼンスキー。続きましたライスシャワー。3番手待機シャトル。その後ろから1番オグリキャップ。この位置につけています。少し離れて9番10番、並びかけてきた1橋伊佐。ナリタブライアン。そしてそのうちメジロドーベル。さらに内から2番、1橋に離れて11番12番、現在しんがりだ。第4コーナーカーブ勝負どころ、最後の直線エンドかけていきます。400を切りました。ライスシャワー、ここで抜け出した。この直線で勝負が決まると。もう追いすがる。死ね。誓います。大好きな人と幸せの青いバラに、ライスだって咲いてみせる。ライスシャワー、先頭はライスシャワー。これは強い。100を引いた。強すぎる。3番手争いはナリタブライアン。第一シャトル、強さを見せつけてライスシャワーゴールイン。圧巻の走りでレースを制した。ライスシャワー、最高の滑り出しでチームに1勝目を届けました。2着には